皆さんこんにちは、ひよこしょうと申します。毎日チルドブラシで絵を描いている32歳です。こんにちは、よろしくお願いします。皆さん、チルドブラシってそもそもご存知でしょうか？おそらくこの動画を見てくださっている方はチルドブラシ知ってると思うんですけども、空中にね、絵を描ける VR でお絵描きができるっていうものになります。いろんなペンが用意されていて、こういうペンだったりとか、こんなのとか、お花が描けたりとか、いろいろできるソフトなんですが、今日は、そのチルドブラシの一番基本の塊の描き方を皆さんに紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。超簡単なんでぜひ見ていってください。ではまず、ブラシのツールの中のこのダイヤモンドマークのものを使っていきたいと思います。このマークのブラシはどういったものかというと、じゃあ黄色にしますね。こんな感じで空中にいきなり立体を描くことができます。こんな感じですね。ちょっと消しますね。これは私が初心者の頃よくやってしまっていたミスなんですけども、じゃあ今から四角を描こうと思います。四角を描くぞ。よいしょ。おし、いいのできた。いいぞ。こっちか、こっちだな。いい感じだな。OK じゃない？いいね。いいよ。OK。いい感じの四角が描けました。ところが、画面を回転させてみます。こんな感じなんですね。ここの、下の四角の面のここの点を描き忘れてしまっているパターンですね。こういったことがたまに起きてしまうんですけども、こういったものを防いで、上手に、簡単に塊を描くにはどうしたらいいか。簡単なコツがあります。それは奥から手前に描いてください。じゃあ実践やってみましょう。四角を描きますね。また同じように奥に四角描きます。四角描けました。そしたら手前に持ってきます。よいしょ。でそのまま四角描きます。そうするとどうなるかっていうと、じゃじゃん。まあちょっと歪んじゃってますけどね歪んでしまってますが、ちゃんとかけてますね。もう一回書きましょう。四角書いて、手前に持ってきて、四角を書いてと。いいじゃないですか。これもちろん別の図形にも使えます。例えば三角形書いて、手前に持ってきて、離す。そうすると、いい感じの三角形になりますね。こうやってシャープな角にするためには、書いて、ここで止めてから離しちゃうと、こうなっちゃうんですね。コントローラーがブレちゃってこんな感じになっちゃう、こう潰れた感じになっちゃうんですけども、三角形描いて引っ張りながらトリガーを離す。そうするとこうやっていい感じの角になるので、皆さんぜひやってみてください。ここもね、シャープにしたかったらペンの太さを変えましょう。右手のグリグリで自由に太さを変えることができるので、一番細くします。そして三角形描いて離す。いい感じの三角形描けましたね。いいですね。なんかチーズに見えてきて美味しそうですね。よいしょ。ちょっとまとめておきましょう。こちらで。よいしょ。こうやってね、空中にある物体も簡単にこの選択ツールっていうものを選んで、これとこれとこれを動かしたいよってやると、まとめて動かしたり、まとめて大きくしたりとか、あとこれもね、この、今の書類みたいな、この角っこで刺すんです。これ。これはコピーなんですね。これを押すと簡単にコピーできるので、またこれを全部選んでコピーしたら6個が12個になりますね。こんな感じで自由自在に立体が作れるので、とっても楽しいですよ。これは本当に皆さんぜひおすすめです。ではフリーハンドでの塊の描き方はなんとなくこんな感じですね。奥を描いて手前に持ってくるっていう、そうすると綺麗に思い通りのものが描きやすいですよっていう五角形で、こういうのもできますしね。丸描いて手前にこうやって持ってくると鳥のくちばしみたいになってると、こんな感じですね。っていうことで、とにかく奥から手前に描いてくるように癖をつけると、簡単に楽しく直感的にね、絵が描けるようになるので、ぜひ皆さんチルドブラシやるときは意識してみてください。で次に、こういう四角も味があっていいけれど、ちょっともうちょっと正確なね、
綺麗な四角が描きたいよっていう人いますよね。私も描きたいです、はい、じゃあ描いていきましょう。このツールの画面の上にこれ出てるのかな、最初からな、最初から、このこれビギナーモードっていうのとアドバンスモードっていう上級者モードみたいな2つあるんですね。でこのビギナーモードだとないんですね。ないよそんなのって思わないで、これを落ち着いてアドバンスモードにしちゃいましょう。こっちこっちの方がね、いろいろできることが増えるので、ぜひもう最初からアドバンスモードでやっていい、ね、いいかなと思います私は。はい、ではガイドというものがありますので、タップクリック、どっちだろう、はい、選んで中には丸と四角とカプセルがあります。今回は四角を描きたいので四角のガイドを出してみましょう。出てきました。はい、でこれは自分のね、今の黄色選択してるんですけども、触った時に黄色くなるんですね。その時の色になるんで、その時にこのこれです、このグリップボタンを押せば持つことができます。そしてその持ったまんまで左のグリップボタンを押すと、こうね、こうやって自由にサイズも変えられます。実際この網網の箱何なのっていうことですけども、これがですね便利でして、このペン先見ててくださいね、勝手にある程度近づくと勝手にひっついてくれるんですね。でちょっとやそっとペンがこう、ペンというかコントローラーがぶれてもちゃんと面をずっと追従してくれるので綺麗な面が描けます。でちょっとわざと太めにし、ちょっと太くして描いてみましょうか。こんな感じです。綺麗な板が描けましたね。じゃああと2面描いてみましょうか。こうしてこうです。こんな感じです。これに比べればだいぶ綺麗ですよね。ただ今わざと太くしちゃったんですけども、角がこんな感じになっちゃうんですね。うまく合わないことがすごく多いので、これ描くときはね、あの一番ペンを細くして描くとより綺麗な四角が描けます。一回ちょっと消しゴムイレーサー、消しゴムツールで消してまた拭き直してみましょう。いきます。ペンを一番今細くしてます。つけてよいしょよいしょ。どうですかこの綺麗な感じ。じゃじゃん、いいですね、完璧ですね。あとこの3面をもう描いちゃえば四角の完成です。描いちゃいましょうか。よいしょ。でこれ描くときにですね、ちょっと注意してもらいたいことがありまして、あ、今ちょうどいいのが現れました。見てください、ここわかります？角をちゃんと濡れてないんですよ。この状態でやった完成だって言ってガイドを、これガイドまた今掴んだんですけど、こうやって掴んで、でいろんな別の作業をして完成って言った時に、あ、ちょっと待って、なんか穴開いてるよって、もうその頃にはもうこのガイドもなくて、もうしょうがないなって言って、こうやってよいしょよいしょ、こんな感じで穴埋めるってことも全然できるんですが、ちょっともったいないじゃないですか。それを防ぐためにおすすめしたいのが、ガイドを書くときは2周するですね。今1周しました。もう1回カード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 、はい、これで、かなり今の穴開きのミスが防げると思いますので、ぜひ皆さんやってください。でこれ1回ね、あの1回やってトリガーを離しちゃうと、もう1回やってこう2枚になっちゃうんですね。2枚やると作業もしづらいし重くなるし、メモリも食ってしまうので、トリガーを押したままで1周しましょう。1でまたトリガー離してません、私書きっぱなしです。もう1回、はい、これでおそらく綺麗な角が描けてますね。はい、 OK です。ということで下も忘れずに描きましょうか。一緒一周一周と、はい、こんな感じです。そしてもう一つここ、ポイントがありまして、今この中にですねガイドがいますよね。でガイドがいて、例えばここのロボットに、じゃピオちゃんロボにしたいなと思って、じゃあどのペン使おうかな、いろいろペンの種類があって楽しいんですけども、じゃマーカー使おうかなと思って、で平面に対して描きたいんだったらガイドがあっていいですよね。あんま描いてないな、こうしよう。ピオちゃんいいですね。
でもガイドじゃなくてもうちょっとこう飛び出た目とかね、くちばしを描きたいよっていう時にガイドがあると邪魔になっちゃうことがあるんですね。なので必ず描き終わったらガイドを取るっていうのを忘れないようにしましょう。でこれ忘れちゃって放置していくとどうなるかっていうと、このセレクションという1枚ずつ移動させるのはめんどくさいですよね。バラバラになっちゃうんで、基本的には箱は書き終わったら顔も一緒にやるか選んで、このグループセレクションっていうものを押します。するとこれがいっぺんに選べるようになるんですね。今一番上のものしか選択しなくても全部グループ化されてるんで簡単に移動できたりコピーできたり大きくしたり小さくしたりできます。あ、出ちゃった、さよなら。そうなんですけど、この時にじゃあこのピオちゃん立体的なちょっとおひげでも描こうかなって、よしひげ描こうっとこれかなって思っても、あれちょっと待って、ちょっと待って、俺はもっとこう立体描きたいのにっていうのに張り付いちゃうんですね。でここでガイドを取ろうとしても、今ガイド取ろうとするんですけどグループ化されちゃってるとこう全部一緒になっちゃってるんですね。なので、後から気づいてガイドを取るには一回選んでガイドを外して、そしてガイドだけ掴んで捨てて、また丁寧にこうやって選択しなきゃいけないっていう、なかなか後に気づくとめんどくさいっていう状況が起きちゃうんですね。例えばこうやって、なんでしょう、他のオブジェクトと重ね合ってるとこの茶色いのは触りたくないのにこれだけ選びたいのに、あ、選んじゃうよめんどくせってなるんですね。なので四角を書き終わったらガイドは一旦出すっていうのはぜひ意識してみてください。これも楽に楽しく書くコツなのでぜひね皆さんやってみてください。でじゃあ一回ちょっとこの茶色いのはさよならして、でもう一度ガイドを取ったので選択してグループ化しましょう。グループ OK ですね。でガイドがないので自由にこんな感じのヒゲが描けます。もうひよこじゃないなこれな。ガイドの使い方は以上になります。また別の動画で、ガイドの応用編というかガイドの詳しい使い方は説明していきますので、そちらの動画もぜひ見てください。ちなみにガイドはですね、消しゴムで消せないんです。ちょ、いなくなってくれよ、いなくなってっていう。ガイドを消す方法2つあって、まずガイドは置いたまま一時的に消したいよっていう時はこの目のマークを押すと一瞬消えてくれます、ね、消えてくれて必要な時に出すってことができます。ただもう本当にいらない時はつまんで腕を伸ばして、腕が伸びたところでトリガーを離します。えい、あれ、えい、あー飛んできましたね。もう一回こんな感じです。こうやって投げて捨てられるので皆さんぜひ覚えててください。でこのポイントなんですけど、手首だけでやると飛んでいかないんですね。面白いと うまくできてるなと思うんですが、手首のスナップだけじゃ飛んでいかないので、しっかり持って腕で投げるとかなり簡単に飛んでいってくれます。こんな感じですね。あと小ネタとして、こういうオブジェクトもいらないなと思ったら投げて捨てられるので、それで何の役に立つのっていう話ですけども、これを消しゴムで消そうとすると、消して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 ってこうやってうわーってやれば消えるんですけど、ものすごく細かいものとか作ってると残りカスとかが残っちゃうんですね。たまに目で見えなくて、そうするとそのカス一つで重くなったり、どんどんちょっと塵も積もればと重くなっちゃうので、例えばもしこれが全体で選択できてるんだったら、これをつまんでえいって感じで消すこともできますので、このこういったね、あの投げて捨てることができるんだぞっていうのはぜひこれも覚えておくといいかもしれませんね。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけども今日の教えは以上です。これも消せますやれって感じですね。はい、じゃあちょっとせっかくここまで書いたんで完成させましょうか。じゃあガイドが入ってる、あーガイド入りっぱなしですね。めんどくさいですね。こうならないようにガイドは抜いてからグループ化する癖をつけた方がいいと思います。せっかくさっきくちばし作ったんで、じゃあつけましょうか。選んでこっちおいで、こっちですね。よいしょ、くちばしをこうですね。あ、いいですね。ちょっとペンが邪魔になってきますね。そうするとじゃあ一回グループを外して
バラバラになったところでこの板とくちばしだけを選んで、あとメモを持っていきましょうか。でこうすればこれだけ取り残されるって感じですね。でこれは消しゴムで消しちゃいましょう。じゃあ羽つけてあげましょうか。羽はどうしようかな。じゃあ羽はじゃあ同じこの立体のやつで、羽羽こうしてでこうしましょうか。随分ひよこのくせに立派な立派な羽ですね。こんな感じですかね。こんなこんなこんな感じですかね。はい、羽です。羽。そして羽を一個一個バラバラだとめんどくさいので全部選択してグループ。そしてこれですね、またコピーコピーしました。でこれでくっつけてあげたいんですけど、こうなんでこうじゃないですか本当はね。なのでこれです、グループの下のこれフリップセレクション、これを押すと左右反対になってくれるので、やったぜと。このままつけて羽ですね、できました。ちょっと周りのブロックちょっと置いてもらいましょうか。あの子にもつけてあげましょう。羽を選んでコピー、いいですね、こんな感じですね。でちょっと羽が大きすぎるので羽を選んで、羽を掴んだままこっちのグリップボタンも持ってちっちゃく、こんな感じかな。かわいいですね。かわいいかどうかはちょっと疑問ですが、いいですね。はい、というわけで今回の動画のおさらいをすると、フリーハンドで描くときは奥を描いて手前を描く、すると比較的ミスが起こりづらいよっていう話でした。また綺麗な四角を描きたいときはガイドを使って描くととっても綺麗な四角が描けますよっていう話でした。この動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また本当に基礎の基礎から動画を見ていくだけでどんどんと描く技術が上がっていくような、そんな動画をどんどん出していきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。では第1回の講座を終わりにします。では皆さんさようなら。